どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。毎度おなじみ、半額の焼肉、半額じゃねえ、半額大量買い事件ということで、大量にいろんなもの買ってきたわけですが、今日買ってきたのはですね、焼肉です。全部焼肉です。こう、袋に入ったですね、小ぶりの焼肉あるでしょ。こういうのをですね、いっぱい買ってきました。半額の全部買ってきたんで、えらいことになっておりますね。ちなみにですね、これがですね、まず最初に順次ご紹介していきたいと思うんですが、まず4つありますのがですね、これがですね、なんかトランプみたいだね、トランプみたいなんですが、これが金山寺味噌ですね、金山寺味噌豚ヒレ肉というやつでございまして、いくらだったか忘れたけど半額です。安いですよ。これ100円ぐらいだと思います。確か。こういったものがありますね。次にですね、来てるのがですね、ちょっとこう順番に並べていってですね、インパクトのあるですね、これがまず半額の、金山寺味噌ですね。次がですね、まあ、ちょっと、大変なことになる。これがですね、ちょっと大きいでしょ？これはカルビ牛肉です。これはね、ちょっと高くて確か150円ぐらいしました。これ1個150円ぐらいして、ちょっと高いんですよ。内容量も多くて 150g ってことなんで、まあ、うん、それぐらい、まあ牛肉だからね、やっぱ高いってことでございますね。で、こんな感じですね。で、まあいろいろあってですね、まあすごいことになってるね。まあこうやって、こんな感じで、ね、こんちゃーみたいな、こんな感じでサムネイル撮るかね。よし、これで再生数を稼ぐぞ。で、これはカルビ焼肉ですね。はい、それで次、あとと。で、次がですね、これなんですけど、これはですね、甘辛焼肉ですね。甘辛焼肉で、これも豚ヒレ肉なんで、さっきのあの、金山寺味噌のこのご紹介したやつと同じなんだけど、味付けが違う。これも確か1個100円ぐらいで買いました。もちろん全部、半額です。今回はもちろん半額しか買ってないってことですね。うん。で、もう一つ買ったのはこれですね。コチュジャンホルモン焼き。これはホルモンですね。ホルモン焼きってことで、この、半額ですね。半額で、4つ買いました。コチュジャンホルモン焼きですね。で、こんな感じでいろいろ半額で、まあ、取り揃えてきたということでございますね。というわけでですね、皆様にこの大量のお肉をですね、まずはご紹介してですね、それで何をするかっていうと、今日はですね、何をするかっていうと、ちょっと一回この肉はですね、とりあえずこれ、実は冷凍庫に放り込んであるんで、まず、崩れた。ちょっと、あれ？買ってきた数は合ってるよな。ちなみにまたこの前みたいにまた数が合わなくて探し回るというシュールな展開にある。とりあえず金山寺味噌食います。ちょっとこれから説明します。40円のナス買ったんだよ。40円のナス、これ3つ入って40円なんですけど、ちょっとこれから説明、ちょっとこれまずしまってくる。よし、オッケーだ。オッケーポン。じゃあですね、早速ですね、この40円、これ殺すと自動的に縛ることになってます。それでですね、こうなって、まあ、これが、この下にあるのが、まあ、電磁調理器でございますね。で、ここにあるのが、フライパン、ここに置くと。で、これを、ここに入れて炒めると。ちゃんと、破って炒めるからね。それでですね、ナスがですね、今日ナスが安かったんでね、これ、3本入って40円。3本入って40円って、秋ナスは、嫁に食わせろ、ウリっていうのが、まあいいや、これをナスを買ってきたんで、このナスをですね、炒めて食うっていうのがあるんですけど、あとですね、これまな板ね。これまな板。やんなっちゃって、驚いたで、ね。これはまな板でございます。それでですね、知らねえよな、みんな、マキシンジとかな。それで、これはですね、白菜で結構変色してますけど、多分まだ食えるよな。かなりこう、色が変色してるんだから。うん、大丈夫ですよ、食えます。これ、半額で買ってきて、
あの豚肉、あのいただいた高級豚肉と一緒にいただいた、白菜なんですけど、しばらく放置してるうちにしなしなになったんで、もうしなしなになったんで半額焼肉と組み合わせるということでやっていくということですね。そういったことでナスと半額焼肉で頑張るということで、今回は行きたいと思います。で、加熱、まず加熱ですね。加熱で、あれ？温めて、まず何からやろうかっていうと、やっぱりですね、白菜がちょっと危険なんで、ちょっと様子を見て、この白菜結構危険だよな、これな。まずこのですね、なんかこう、かなり黒く変色してて危ない感じがちょっとあるので、でも、でも食えますね、大丈夫です、全然。見た目が悪いだけなんで、炒めちゃうと見た目関係ない。結構ね、みんなね、中華屋なんか行って、白菜なんか出てきたとき、実はね、こんな風になってる白菜炒めてたりするよ、結構実はね。まあ、そんなもんですよ、世の中。そんなもんだと思ってください。で、これは白菜はこうやって、で、この一番根元の芯はいらないんで、これは、大丈夫大丈夫、くるくる、で、これは捨てよう。これはまずこい、これは後でゴミなんで、いや、捨てる。それでですね、これ帰り倒すと自動的に閉まるよね。で、肝心のナスなんですが、ナスですね、ナスを食いたいと思いますね。ナスをね、ナス、おう、ナス、おう、ナス、おう、ナス、ナス、ナス、あ、ナス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 ですね。今日の主役はナスでございますね。これですね。はい、これですね。秋ナスは嫁に食わせろ、ウリウリウリって、まあそういうものが、秋ナスは嫁に食わせろのナスでございます。このナスを今日はまず食うわけでございます。ナス、ナスですね。おう、ナス、ナス。でもめんどくさいんで皮とか剥かないでこのまま切って入れます。あ、よし、切っていいから切っていいからね。あ、噛めた。適当です。男の一人暮らしですから適当です。で、ここに、もう一本、これ絶対ね、食べ残すんで、残してないと、残しても絶対食べ残すんで、少なくとも3本はもう入れちゃうから、絶対に食べ残、決まってんだ、俺分かってんだよ、もう自分の行動パターンさ。もう俺もさ、いい年だから。ちなみにナスってね、実はね、油で一回素揚げするとね、すっごく美味しいんですよ。で、それをね、やるかって言ったら、めんどくさいんでやらないですね。めんどくさいんでやらないということですね。僕はですね、非常にですね、武将な男でございます。なぜなら、出武将だから、みたいな。さあ、ナスをね、いっぱい入れてですね、どうしようかな。ね、肉を実は本当は先に入れた方がいいんでね、こういうのって、実はね。実はね、まあいいや。それでですね、こうやって野菜をですね、まずですね、軽く油で炒めるわけでございますね。ゴミゴミ、油、よし、よし、よし。で、野菜をちょっとまずは炒めていきましょう。で、野菜を炒めていきますね。お箸がないの？お箸あった、お箸あった。で、カエルちゃんの箸を閉めて、軽くまずですね、野菜にこう火を通していくというのが、結構ですね、こんな感じで炒めていきますね。そして、あとここに肉を入れるんですが、ですね、どうしようかな、これ 80g、これ 90g 入って4つあるんで、4つ入れると 400g でちょっと多いかなと思うんで、どうしようか、どれくらい入れようか、これですね、金属をね、IH、開かねえや、ダメだ、ここに、めんどくせえな、これな、を切って、ここに入れます。めんどくせえな、この、半額でございます、半額の、この、焼肉をして90g、豚の焼肉 90g をまずここにベッドしてみて、何やな、これ、しぶてんな、これ、あれ、割り箸折れちゃいそうだ、これ、なんでこれしぶてんの、出てきましたね、やった、なんか全然落ちねえな、これ、なんでだろう、こんなね、入ってる金山寺味噌ももったいないですからね、金山寺味噌ね、おたこぶなんですよ、この味噌もここに入れたんですよ、こうやって入れて、それで、まあ軽くこうここにこう広げて、
上に野菜を乗せて蒸すような感じなんですけど、いくらしょうがねえな。二つ入れよう。よっ。あ、じゃあこれ二つですね。あ、パンツ丸見え、おっぴろげみたいな感じで、こう広げて。落ちねえな、なんだこれ、落ちねえな。よし。これでいくだろ、これで。よし、いくだろ。オープンみたいな。オープン、あれ落ちねえな、なんで。なるほど。これ全部入れるわ。入れて、こうやって、で、あ、この辺の、うん。で、この辺ですね、これやっぱり。ちょっとこれ捨て、汚ねえな、なんかちょっと捨てよ、ちょっと捨てる、よいしょ、よし、じゃあ 180g 炒めるからこれで肉の量は十分だろうな。で、こうやって、肉が、炒まるのを待つわけでございますね。こうやってですね、豚肉ですからね、やっぱ火はきちっと通さないとね、あんまよろしくないっていうのがありますから、凍りついてるな、これやっぱ解凍し、電子レンジかなんかで解凍してから、放り込むべきだったんでしょうか。どう思いますか、皆さんね。で、これ豚肉ね。豚肉がね、凍りついてね、剥がれねえよ。ステーキみたいになってる。実際はね、この薄っぺらい豚肉なんですけどね、よし、これをちょっとよく広げて、でこうやって炒めていくわけですが、なかなか広がんねえな。よし、広がってきた。よし、広がってきたぞ。よし、いい感じになってきたじゃないですか。よし。どうしようかな、金眼寺味噌なぁ。あとね、2枚あるんだよね。2枚、でもこれここに入れたらちょっと食いすぎない。これはちょっとしまうことですか。これはしまう。よし、というわけでしまいました。あ、しまいましたんでね。で、これをこうしっかり炒めると。で、こうあとはしっかり炒めて火が通るのをこれで待つというような感じですね。はい。大体もう火通ったから大丈夫か。ちょっと味見てみようかどうかな。あのね、ちなみに皆さんね、こういうね、味噌炒めってあるでしょ。味噌炒めって、よく、味噌が大事と思ってるけど、実は結構大事なのはね、甘みなの。ホイコーローとか作るときは砂糖しこたま入れるんですよ。砂糖しこたま入れて、まあこれはパルスイートっていう甘味料なんだけど、まあそれを入れて味噌をちょっと入れるっていうのがですね、それがですね、美味しくなるコツなんですよ。実はね、あの砂糖なんだよね、みんな。ホイコーローとかさ、美味しいとか言ってんじゃん。あれ実はね、砂糖なんだよね、みんな。本当に。でもさ、こんなところでこんなことやってるとさ、せっかくの金山寺味噌がさ、味変わってお釈迦本みたいなのあるよね。金山寺味噌さっきでも食ったけど、さっきさ、味付け、あれしたけど、なかなかいい香りの、悪くないですよ。悪くないですけどね。あれ、まあ、味落ちだけどね。よし。よし、こんな感じですね。よし、こんな感じ。もう、せっかくの金山寺味噌が、おしゃかっぽみたいな感じですか。いいんだよ、美味しきれいよ。うめえに決まってんよ、女よ。よし。秋ナスは、嫁に食わせろって、うり、みたいな。いただき、どうだろうね。ちょっとナス食ってみようか、火取って。あ、バナナ火が通ってね。やっぱりナスに火が通る時間。もっと切ったっきりゃよかったな。いっぱいしたな。マジや。とりあえずこれもしまおう。これしまおう。これもしまおう。で、味噌もしまおう。これで。で、代わりに登場するのが、お酒。なんか汚いがいろんなもの飛び散ってるな。すげえことになってるのがね、ぐちゃぐちゃじゃない。
あまりにも汚くない？これは。あまりにもこれは汚くないですか？一応ですね、全世界に発信する動画でございます。まあ多分4000回か5000回くらいしか回んないと思うんだけどね。まあ一応ね、そういったものもあるんで、汚ねえな、この机の上な。なんかもうちょっとこのナスのヘタとか捨てたんだ。まな板は綺麗に洗ったんだぜ、俺ちなみに。みんな、俺のまな板は汚ねえ汚ねえとか騒ぐけどよ。俺はまな板がすごい綺麗。よし。ちょっと綺麗にお掃除しよう。よし。あ、トイレね、トイレね。で、ちょっとこう、綺麗に掃除しよう。よし、よし。でも、やっぱ僕、人間綺麗に生活するときは、綺麗に生活しないと会えないよね、やっぱね。人間はね。で、こう、綺麗に拭いてさ。で、まあ、これは、よいしょっと、あっちゃ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 って、これもうちょっと痛めて、あ、おいちおいちみたいなね。で、こうやって、そしてこうやって、そしてこれは、いや、あ、捨てる。だから、あ、これね、ちなみにね、使い方ってこうやってね、こうやるとカエルちゃんホルダーになる。結構可愛いでしょ。でね、これね、ちなみにこうやってね、これ引っ張るとね、こうカエルちゃんね、こうやって回転するんだよ。こうやってカエルちゃん回転するんだよ。あ、まあいいや。よし。まあこんな感じかな。火を弱めよう。よし、まあこれで大体、完成ということでよろしいんじゃないですかね。あ、これ引っ張るとこカエルちゃん回転するからね。まあいいや。それじゃあ、いいかな、こんなとこでな。よし。じゃあ、いただきましょうかね。いただきましょう。よし。まず氷。うん。氷。氷ね。あちゃ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 、氷。氷をカエルちゃんにちょっと邪魔。はい。ね、こっち。はい。で、氷入れて、うん。で、これかな。今日も。うん。早く飲み切らねえと、この日本酒。いつまでも持ってるもんじゃねえよな、こんなの。これ大丈夫？じゃあこれ日本酒。よいしょ、日本酒。よし。あれもちょっと飲むかな。よし、いいでしょう。で、これを、よし。じゃあ、完成ということで、じゃあ皆様、乾杯でございます。乾杯。あ、うめえな。やっぱお酒はうめえ。よし、食おう。金山寺味噌の原型がなくなってしまった、いろんなもん入れてね。うん、あ、うまいまま、うん、うん、なかなか美味しいんだわ、なんか、うん、うん、うん、なかなかね、なんかいつも炒めるときさ、もやしばっかりやってるから、今日はナスと白菜にしてみてね。うん、うん、うまい、うまい。これはうまいよ、うまいよ。うん。うん。ああ、うめえ。ああ、今日も一日無事終わった。なかなか今日も忙しい一日だった。なんか。うん、なんか、うん。日々なんかいろんなことに追われてさ、うん、まああれだよな、サラリーマンっていうのはある意味気楽っちゃ気楽だよねっていうのは最近非常によく思うよね。うんうんうん、これね、うん、一人で全部やってると他の人にね、なかなか相談するのもね、まあ気軽にってわけにいかないからね。まあでもね、同じ単位会、司法書士の単位会の人ってね、なんかみんな親切でね、聞くとね、すごい親切に教えてくれるよ。うん、ほんとね、司法書士独立して、僕司法書士もやってんだけど、ね、実務の申請とかそういうのについてはね、120% いらないと思う、心配は。うん、まずね、申請ソフトがさ、あるんだけど、僕はその司法君っていう申請ソフト使ってんだけど、司法書士の業務のソフトなんだけど、そこのサポートがすごく良くてさ、手取り足取りみんな教えてくれるしさ、でそこで分かんなくても結局、司法書士な、月とか2ヶ月に1回ぐらいさ、地域のさ研修会ってあるんだよ、研修会。うん、それでそこでお会いした人の方にいろいろ
まあ、連絡先一応ね挨拶だけして、あとはメールとかね送るとすぐ教えてくれる。あ、それはこうやればいいんですよって。うん、だから申請の作り方はね一切ねいらない。心配はいらない。資格取った人は、うん、でやっぱり、うん、問題は仕事が取れるかどうかなんだよね、営業で。だから、うん、仕事は教えてくれるんだけど、仕事は紹介してくれないから、だから自分でやっぱ営業して取りに行かなきゃいけないけど、やっぱりそれも人気があるからさ、強引にさ他の先生のお客さん取っちゃうようなことってやっぱりさ人気に反するじゃん。そういうのって営業ガーッとかけてさ、うん、だけど、うん、その辺をどうやって営業やっていくかっていうのがやっぱりすごい難しいらしい。らしいってのはなぜかって俺営業やってないから、うん、俺もね、うん、司法書士業務のお客さんって9割型あれだから、9割型あれなのよ、YouTube の、視聴者の方なんで、うん、うん、ありがとうございます、うん、うん、ちょっと詳しい話はね一切業務の内容できないですけど、本当ね僕のお客さんはねほぼほぼ全員がね、若干例外があるんだけど、ほぼほぼ全員ね僕の動画の視聴者の方で、うん、ありがとうございます、本当に、うん、こんな感じだね、うん、結局僕は YouTube で生きてんだなっていうのをすごく感じたね、うん、まあいろいろ他にも、まあ、公的な仕事とかそういうのもやってはいるんだけど、あんまりその辺もね詳しいお話はできないんで、うん、守秘義務の塊だから、うん、あれなんだけどね、うん、まあでも僕は、まあ、そういった関係で営業も何もしてないけど、まあ結構みんな独立した人ってみんなやってるよね、ちゃんとね、うん、だから増えるんだろうね、ちゃんと営業すれば。はい、だからなんか、うん、うん、ただ、うん、司法書士はやっぱりなんか廃業ってほとんどないもんな、うん、聞いたことないもんね。だからね、やっぱりね稼げるのは東京で、東京に近いところだからね、僕は春日部っていうところに、埼玉県の春日部ってところに事務所構えてんだけど、結構ね春日部でその開業した人もね、ちょっと時間経つとね東京とかね、東京に近い方にね事務所を移す人多いよ、うん、本当に、うん、やっぱりそっちの方が仕事が多いみたいね。東京に近い方がやっぱりすごい仕事は多いみたいで、だから、うん、本当に独立してガンガンやりたい人ってやっぱ都内に事務所を作るのが正解なのかなっていう。加代真理乃先生もそうだよね。あ、お綺麗な方でございますでな、加代、うん、まあ、こうか、うん、うん、お綺麗な方でございます。加代真理乃先生もそうかね、都内のど真ん中やってるもんね。だから司法書士にガンガン独立して回すんだって、やっぱり東京の都内のやっぱど真ん中に事務所を持つって基本みたいね、うん、うん、僕はまあそういうのがまあ根ざしてないんで、うん、まあ春日部でのんびりやってんだけどね家賃4万円の部屋でさのんびりやってんだけど、うん、そうね、だからねほんとね、あとね独立して思うのは大手事務所の経験って一切いらない。うん。いらない。合格したら即時独立でいい。なんか大手の事務所で勤めて、経験積もって無意味だよ。完全に無意味だよ、あれ。だって結局不動産登記しかやんないんだもん。でも不動産登記以外の仕事がいっぱいあるから、うん。うん。で、不動産登記ってはっきり言えばね、はっきり言う。無資格者でできる、簡単。うん、申請書間違えても法務局の方で訂正してくださいって連絡が来るだけなんだよ、不動産登記って。でそういった仕事しか大手は基本的に経験できないから、うん、これは別に直しゃいいだけだからね。
あの法務局の方からちょっと申請書あの不備があるんで直してくださいって言うとね、登記をするのが1日か2日遅れるだけ、うんうん、あの申請書順番登記入れようかなって言ったら、あ、修正してほしいって言って電話入れて、で修正すぐかけるじゃん。そしたらまあその連絡して対応してる分の1日ないしは2日分だけ登記が遅れる以外何の問題もないのよ、うん、だから結局不動産登記ってまあそのまあ誰でもできんのよ。ただね、商業登記とね他の仕事は違うんだよ。あれはね、間違えるとね、特に商業登記は申請書を間違えると、あの法務局から直してくださいって連絡来ないの。間違えたまんま登記が入るんだよ。これがめちゃんこ恐ろしいんで、商業登記ってのはね、怖い、本当に慎重にやらないと怖い。うん、それでなんかもうの、まあ商業登記についてはまあそのリスナーの方とかいろんな方から、あれキャップ、あれキャップが、あれ今キャップ外したらキャップがどっか行っちゃったよ、どうすんだ、まだ残ってんのによ、スギちゃんが、キャップ、あったあったキャップあった、いろいろご相談受けてお話聞くと登記を入れない方がいいんじゃないか、むしろっていう例がすごく多い。本当にね、商業登記の問い合わせってものすごい実は多いのよ。多いんだけどね、実際申請しましょうっていう話になるのは10件に1件ぐらいかな。だからそれ以外はうん、もうちょっとこういうこと検討した方がいいですよ、こういうこと検討した方がいいですよって話をまあさせていただくと、もうほぼほぼ登記入れませんな話になるね。うん、だから結局まあお金にはなんないんだけどね。うん、だからもうでもまあね、そこでね、まあ申請あったからラッキーとか言ってそのまま登記入れてね、報酬取っちゃうっていうのはなんか俺はやっぱりそういうのは嫌いだからさ、まあやっぱりね、まあ可能な限りやっぱね、お客さんにね利益になる形でね、やっぱりやりたいと思うから、結構商業登記ってだからね、なんか相談いただいていろいろ検討した後に、うん、まあやっぱり、うん、やめましょうってことになって、まあお金1円もいただかないみたいな結果になることがすごく多いですね。うん、うん、でもまあそれでいいと思うんだ俺は。うん、だってねえ、お客様のね不利益になるようなことをやってさ、それでお金もらったってつまんないもん。うん、うん、うん、僕はすごい思うね。うん、具体的にどういう事案があったかってちょっと言えないんだよ、ごめんね。それやっぱりある程度特定されちゃうからその話はできないんだけど、申し訳ないけどね。うん、うん、ね、うん、法人を設立するとき、要するに会社設立するときは本当に設立した方が有利かっていうのはですね、真剣に慎重に検討しないとダメよ。いろいろ僕も検討して結局設立登記入れた方がいいっていう結論になったことは今まで一回もないのよ。一回もなくて結局全部お流れになって、俺まだ実は設立登記ってやったことないんだけど、基本的にね人を雇ってない、要するに自分とその家族だけで運営してるときはね、基本的に個人事業主の、個人事業主の方が有利よ。特に助成金の絡み。まあ、あれでところを経営してると、いろんなとこから、助成金もらえたりするんだけど、法人枠と個人事業主枠って別なんだけど、申請が。その時に法人枠ってものすごく競争率が高いのよ。うん。だから、個人事業主枠で、ある程度でかくしとくと、その申請できる要件の人が少ないんで割合ね通りやすいっていうのがあるんだよね。だから本当に社会保険労務士さんとか、あと税理士さんによく相談して、人を雇ってない状況で法人化して有利ってことはまあ
めったにない。まあないとは言わないけど、めったにないですね。うん。で、売上もね、1000万とか言うけどね、2000万ぐらいはないとやっぱり法人貸してもしょうがないかな。だから、うん。だから人を何人か雇って売上がまあ何千万円っていうレベルになるまでは結構、うん。個人事業主でやった方が有利な場合が多いみたいね。いろいろ検討したから。助成金でどういうのもらえるかとか、うん、税金なんかも本当にあるし、で社会的信用、株式会社だと社会的信用が安いって言ってるけど、今1円で株式会社、資本金1円で設立できるとか、簡単に誰でも設立できるってことを世の中みんな知ってるからさ、結局簡単に設立できるんで、あんまりですね、それでですね、信用度が上がるってことはないよ。それよりね、うん、資本金の額がでかいとか、あとその従業員を雇っていて、それでまあそのなんていうかな、厚生年金とか、どういったものを払ってるってことの方が重要だよね。うん、うん、厚生年金とかさ、そういうのさ、事業のためにさ、半額、事業者負担分払わなきゃいけないんだけど、ある程度人を雇うと、うん、そういうことをやってるとか、そういう方がね、むしろ見られる。なんか資本金がなんか10万20万円ぐらいで事業に実績なくてポンと手続きしましたって会社だと、下手すると銀行口座作れないとかいうパターンもあるから、うん、で何やったんだかよくわかんないような展開にもなりやすいからね。そういったことを考えると、本当になんかいろいろさ、俺もな、税理士さんとか社会保険労務士さんとかいろいろね、相談とかしてやった結果、そうだね、まず、うん、法人設立って結構なんていうかな、メリットが少ないよ。うん、本当に俺もすごい勉強してるけどね、今。うん。そんな感じですかね。まあ、そんな感じでいいかな。うん。というわけでね、まあ、いろいろね、僕も今、一生懸命頑張って勉強してるんだけどさ。うん。うん。本当に。うん。うん。なかなか商業登記をご相談いっぱいいただいても、なかなかね、僕の収入にはつながんないようなパターンが多いんだけど。なそれでも僕はすごい実際の事案でね、勉強がいろいろ進んでいくっていうのがね、すごくやっぱり自分の財産になってると思うんで、まあ、僕はまあ幸いにも YouTube があってね、こちらの方の収益だけで十分生活できる体制になってて、その辺は本当再生していただいてる皆さんにね、またここで改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました、ありがとうございますって感じなんですけど、まあそういった感じでね、結構ね、うん、無理して仕事を取らなくてもいい、本当にそういった恵まれた環境なのかもしれないなとか、そんなことも考えたりもしますがね、そんな感じかな。あ、ちょっと残ったけど食うかまだ。うん、やっぱ酒はうめえな。うん、太るんだよな、でも酒は本当にうまいや。うん、うん、今日からこんな感じで、うん、美味しかったね。やっぱ秋ナスは美味しいねってことでね、以上になりますね。うん、ちなみに今2022年9月27日に撮ってるんで秋でございます。もう、はい、以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。